皆さんこんにちは、まいのりです。ということで今回は、リクエストにお答えして、僕のオペレーターの、アタッチメントをですね確認していきたいと思います。 L85 なんですけど、あ、そう、一応ねこれ順番でもうこの順序よくパーっと、あ、ごめん、4でこう行って、こう右行ったらまたこっちからこう行って、こう行っての順で行くんで、まあ、自分の見たいオペレーターのとこまで飛ばしてもらっても構わないので、構わないので、L85 ですね。まあ基本的には英国にコンペンですね、僕は。なんか単純に横にブレてほしくないってだけの理由でコンペンを使ってます。あとフルオートで打つしね。で次、この SMG11 なんですけど、まあ、僕もこの銃ね、そんな扱いうまいかって言われたらよくわからないんですけど一応コンペンセーターで、ずっと使ってますからね。まあどれ使っても多分これ強いんかな。拡張型バレルは基本的にどの武器にもつけなくていいのかなと思ったりもします。はい、次どんどんいきますよ。サッチャーの AR33 ですね。よいしょ。これも普段は英国にコンペンですね。でこっちはバーティカルで、まあ、僕は基本的にこのアングルグリップはね本当に覗き込み遅い武器にしか、つけないようにしてます。っていうのもなんかね、基本的にその視認してから撃つってよりは、しっかりロックした上 で、ADS してる状態でクリアリングとか敵を見つけたりねするので、あんまりプレイスタイル的にアングルグリップは、合わないのかなと思って、つけてません。次はアッシュ。まず G36C なんですけど、あのね、まあ、アッシュに関してはちょっと先に言わせてもらうとか説明すると、まあ、僕は普段この R4C の方は、サプレッサーついてない、普通にサプレッサーつけない場合は R4C を使ってて、でG36C はサプレッサーを使いたい時に使ってます。あんまりねそんな銃の威力とかそういうのをアッシュに関しては気にしなくても、どんどん切り込んで先に、まあ、先手を打つというか先に仕掛けた方が、アッシュは強いと思うので、あんまりそういう威力とか、ゴムゴムの打ち合いってよりは単純にもう先にこっちから打ち始めるみたいな、ことが多いと思うので、アッシュに関してはね。なので、まあ、そういう威力とかはあんまり気にせず、サプレッサー使うときは G36C、 使わないときは、R4C って感じで、使い分けてます。で、まあ、こんな感じですね。さっき言ったようにバーティカルグリップにしてます。フォロー。で R4C に関してはまあ一気に中に詰め込む、切り込むときはホロサイト使って、で、バレル、まあみんな気になるとこだと思うけど、多分ねこの銃に関してはバレルもフラッシュアイダーもマズルも強い気がする。いろいろ試したりしたけど、けどやっぱり一番安定するのはコンペンセーターかなって思います。で次ですね、テルミット。テルミットに関しては、まあ基本的にはやっぱりテルミットって中に切り込むって言われね、結構ロングでロックしたりするキャラなので、オペレーターなんで、英国つけて、で、まあ、この銃そんな反動ないんで、まあ、多分どれつけても、強い、なのでまあ適当にコンペンセーター安定ので、グリップもさっき言ったように、敵を視認してから撃つってよりはもうロックしといて来たら撃つって感じなので、バーティカルグリップをつけています。次、トゥイッチ。ちょっとマークスマンに関してはちょっとそんなに使ったりしないので、ちょっと省きますね説明今回は。ファマスの方ですね。英国に僕はマズルブレーキつけてます。でバーティカルですね。マズル、まあどれも強いんですけど、やっぱレート高い銃なので、最初のもう、初段から3、4発ぐらいではもう頭抜きたいので、
マズルで最初のねブレを少なくします。で、次ですね、ちょっと縦は省きますね今回。でグラズもちょっと省こう。ヒューズですね、まずこのライトマシンガンの方は、基本的には英国で、でこっちがね、あのたまにサプレッサーつけたりフラハイつけたり、うん、これはちょっと気分によって変えます。でバーティカル、次 AK、 これもまあ基本的には英国で、でフラハイですねこれは。まあ、コンペンもねちょっと使ったことないんだけど、フラハイでまあ使いづらさを感じたことないのでフラハイで固定してます。でこれはいつも通りバーティカル、次は、IQ か。 IQ 武器いっぱいあるんだけど、まあコマンドかな、みんなよく使うの。これは英国にコンペンですね。これはまあ、テレミと一緒で、テレミと同じ感じで、うん、つけてます。でちょっと AUG に関しては僕あんまり使ったことないのでちょっと参考にならないと思うので飛ばします。でこっちのライトマシンガンのかなは、この銃ねすっごい覗き込みが遅くて、うん、あの英国つけちゃうとね、その覗き込みの遅さでなかなか敵を倒せない、撃てないので、もう等倍サイト基本的にはつけてます。ものすごい遅い覗き込みがこの銃本当に。でもまあ威力も高いし連射もかなり速いので、うん、強い銃だとは思うんですけど。でこれはもうフラハイですね。コンペン一回使ったんですけど、ちょっとそれよりフラハイの方が安定したので、フラハイ使ってます。次、バックですね。これよく聞かれるんですけど、まあ、バックに関しては僕 もう長いこと使ってるので結構自信あるというか、まあ知り尽くしてる気もするんですけど、まあもしねリコイル苦手な方はリコイル制御、ホロリフレックス、普通に強いですバックの等倍けど、まあ使えるなら英国でも強いし、まあ、全部強い、うん、まあ使いやすい方使えばいいと思います。バックもねなかなかロングで戦うっていうよりは中に、入って突き上げとか突き下げしながら壁開けたりしながら入っていくキャラなんで、多分英国じゃなくても強いと思います、等倍でもね。でフラハイ、コンペン、マズル、まあ、この3択だと思うんですけど皆さん、結論言います、全部強いです。マズルに関してはね最初の初段からまあ3発ぐらいまで結構頭付近で、弾が飛んでいくので、まあ多分初段から3発目ぐらいまでに頭抜ける人はマズルとかの方が強いのかな、うん、でコンペンセイターもね結構集団するし横ブレも少ないんだけど、これはねあのバックって昔と違ってちょっと修正入って、そのランダム性がなく、軽減されたんでリコイルの、フラハイでも結構一点に集中してリコイル制御できるので、あのフラハイつけてリコール制御できる方はフラハイつけた方が一番強いのかなと個人的には思います。でもフラハイつけるとちょっとまあ右行ったり斜め行ったりこうブレて使いづらいって方はまあコンペンの方がいいのかなと思います。はい、まあどれも強いですよこの銃は。マークスマンはちょっと飛ばします。次ブラックビアード、まあ、ブラビアね、まあみんな知ってると思いますけどかなり覗き込みが遅いと、そのためまあこの銃に関しては、アングルグリップをつけてます。でバレルなんですけどこれどうなんだろうね、個人的にはもうフラハイであのマズルフラッシュを抑えた方が、あのもともとその盾つけてるので、うん、結構打ち合いに関しては初段から当てるっていうよりはもうゆっくり落ち着いて敵を打ちたいので、うん、で弾数も少ないのでフラハイであんまりねこのマズルフラッシュが邪魔で敵を逃しちゃうっていうことがないように確実に仕留めれるようにフラハイで、視認性をよくねしながら戦ってます。うん、他はもうマズルとかはね結構ブレがすごいのでガガガーってそれで外しちゃうと21発しかないので弾がねあんまりおすすめしないかな個人的には。うん、2択かな、どっちか、フラハイがコンペン、僕はフラハイつけてます。次
ピタを。カピタはね、僕あの総プレイ時間がそんな長くないのでちょっと参考になるか分かんないけど、この銃はね、このフラハイつけてるとかなり使いやすかった。あのこの2つはねまだ使ったことないんだけど、フラハイでかなり使いやすかったので、もそれでいいのかなって感じでフラハイつけてます。でバーティカルですね。でこのライトマシンガンはね結構使ったことあるんですけど、テロハンとかで。ちょっと今アタッチメントついてないか、うん、けどまあ、多分バレルは、フラハイだと思うんでみんな、うん、フラハイでいいと思います。コンペンはねどうだろうな、個人的にはライトマシンガンはもうフラハイ一択な気するので、あんまりマズルフラッシュがね、うん、なんか邪魔になるとライトマシンガン使いづらいような気もするので、はい、ということで次、火花。まずメインウェポンですね、まず A コグつけて、で、バレルはマズル、あ、マズルつけてんのか、いつも。あのね、火花って結構最初のこの3発ぐらいでね頭抜きやすくて個人的に思うのはですね、なんでまあマズルで長距離はタップ打ちというか単発打ち、タン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 って、で中距離、近距離はもうマズルで一気に頭をスパーンと抜くようなイメージで打ってます。フルオートでまあ打つ時もあるんですけど、まあいろいろ使った結果マズルブレーキの方が個人的には使いやすかったのでマズルにしてるのかな。うん、でこれはバーティカル、もう個人的にこの銃はバーティカル一択ですね。っていうのも火花の銃って結構ね覗き込みが早いので、なんか知らないけど、なのでバーティカルでやってます。で、まあ、ベアリングなんですけど、これはねもうコンペセイター、僕はもうこれ一択ですね。タップ打ちもしますけど、まあ、コンペンでフロートでガーって打つとめっちゃ強いのでコンペン一択ですね。次、ジャッコ、ジャッコなんですが、まあ、僕は普段こっちのサブマシンガンの方を使うんですけど、まあ今フォロー使ってるのはね、これタワーとか使う時に結構中に切り込んでいってるので、今、うん、フォローの方が使いやすいかなと。まあでもどっちもありなんだけど、ジャッカルって結構ね、あの中にこうガーって前線上げながら突っ込んでいく感じがあるので、フォローもまあ強いと思うのでフォロー使ってます。フォローってかまあ遠倍ですね。でこの、なんかバレルに関しては僕はもうあのなんだっけ、弾数多い武器はねフラハイって決めてるのでフラハイにしてます。でバーティカルグリップですね。これはジャッカルの武器もね結構覗き込み早いので、でこっちのアサルトの方は、まあ、あんまり使うことないんですけど僕はね、この銃もね覗き込み遅く全然遅くないし早いのでバーティカルで、で、まあこの銃もね一回僕使いましたけど、あ、試したりしたんですけど多分全部強い、うん、この銃も全部強いので安定のコンペにしてます一応ね。で、あとは次かウィン、インのライトマシンガンはこれに関してはね、僕も試したんですけどコンペンが一番いいです。うん、フラハイよりコンペン、あのテロハンとかやってみて、コンペンにしたので、まあその理由っていうよりはなんか単純に敵倒しやすいのがコンペンでしたね。フルオートでガーって打っても結構リコイル制御しやすかったし、うん、でこれに関してはねバーティカルもアングルもどっちも強いです。はい、あの場合時と場合によって変えてるというか、うん、最近はバーティカルですけどどっちも強いです。で次はゾフィアか。ゾフィアに関してはね、あのこっちのアサルトなんですけど、僕はあの使ってて本当に覗き込みの遅さがもう目立ったというかやりづらかったので、もうアングル一択ですねこの銃は。覗き込みが遅すぎる。でなおかつ反動がそんなランダムじゃないので、別にアングルつけたところでね反動がすごくなってこう使いづらいってことも全くないので、で、バレールは、コンペン一択ですね。いろいろ使ってみましたけどこの銃もね、
新シーズン入ってから、コンペン一択でした僕の場合は。この銃は迷いなくコンペンです。でライトマシンガンの方なんですけど、いつも、僕はねあのフラッシュハイダーを弾数多い武器に扱っていると言いましたが、この銃ね、横ブレが始まると結構抑えづらくて、といっても別に使いづらいってわけじゃなくて、コンペンつけた瞬間一気に使いやすさが増しました。はい。なのでもう、あ、もうこれしかないなということでコンペンにしました。フラハイでも強いんですけど、ちょっとねこの銃だとフラハイあんま合わない気がしたので。次トッケビですね。トッケビはねもうマークスマンとショットガンしか持ってないので、メインがですね、まあこのマークスマンはマズル、マークスマンはマズルって感じなんでね、はい、これあんま参考にならんな。サブですね。サブはまあ僕はあのこのこっちの方の銃はね、一応サプレスターがつけるんですけど、つけれるんだけど、つけてません。うん、サプレスターつけるともうランダムにすごい反動するんで。次にこっちはね一応リフレックスでもホローでもレッドでも何でも強いんだけど、まあ、一応リフレックスと。で、バーティカルグリップとアングルグリップつけれますけど、防衛はアングルグリップ、あ、防衛じゃなくて、攻撃側でアングルグリップつけるときって、ほんと覗き込みが、あ、防衛でアングルってつけるねか、そもそも。あ、どうだっけ、ちょっとわかんない、ごめん。この、アングルグリップつけるのって、もうほんと覗き込み遅い武器にしかつけないので、普段。この銃は、覗き込み早いので、バーティカルにしてます。はい、そんな感じかな、攻撃側は。うん。ということで、ちょっと今回は攻撃側だけにしよっか。また次回ね、防衛側のアタッチメントを確認していきたいと思うので、今回は攻撃側だけにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。何か質問があればぜひ、コメント欄でお待ちしてます。また次回の動画でお待ちしてます。バイバーイ。